ットモン、うみです。本日は、狂愛カプリッチョというゲームをやっていこうと思います。はい、こちらのゲームはですね、ホラー、BL、グロという三大要素を持ち合わせた探索ゲームということで、もうめちゃくちゃ楽しみですね。最高の三大要素持ってるもん。まあ、ホラーはちょっと度合いによっては私苦手なんですけども。まあね、こんな可愛いイラストだからそこまで怖くないんじゃないかなって勝手に舐めてかかってます。まあ、やっていきましょう、ニューゲーム。いや、いいっすね。この二人が BL するのかな？このタイトル画面の二人が。ねえ、先生、学校の7階って知ってる？学校の7階、トイレの花子さんとかのことか。7階？トイレの花子さんとかですか？そうそう。でもね、この学校の階は少し変わってるんだ。え、でも、トイレの花子さん以外何がいるっけ？他の学校に伝わっている階とは違う。この学校独特の階段。それが、学園の7階段なんだよ。なんで、急に何？え、急に何？これ、え、下ネタなの？それとも本当に、ただの金玉なの？え？他の学校と違うって。そうだね。例えば、トイレの花子さん。この階はね。トイレの花子さんもこの金玉学園では、なんか、オリジナリティがあるってことなの？わー、なんか、もうすでに血があるし、何何？怖いって。なんか人影みたいなの二つあるし。おや、僕としたことが居眠りをしてしまったようですね。すっかり暗くなってしまいました。最後に校舎の見回りをしてから帰りましょう。この先生が、主人公なのか。イケメンですね。うわぁ、怖いなぁ、怖いなぁ。一旦セーブしておいて。解剖先生、解剖好きそうな名前。解剖先生、霊感50。ほうほう、霊が出るのか。綺麗な色の内臓ですね。素晴らしい。うわ、解剖大好きなんだね、本当に。え、何を解剖してるの？学校の経費で買ってもらっちゃいました。よからぬものせんでね、経費で。後で綺麗にしないといけませんね。え、大丈夫？大丈夫な実験してる？これ、本当に。そろそろ髪切りましょうかね。解剖の邪魔です。確かに、髪長いね。自慢の作品です。この骸骨が？金玉学園生と連続殺人事件の金玉のせいで全然怖さを感じない。ちょめ月ちょめ日、ちょめちょめ県ちょめちょめ市にある金玉学園の生徒が学校から 2km 離れた川で遺体となって発見されました。あららら。この生徒は3日前から行方不明となっており、警察が近辺の捜査を強化していたところだった。またこの遺体はひどく損傷しており、解体された状態で黒いビニール袋に乱雑に詰め込まれ。え、これさ、この先生がやってない？3ヶ月ほど前から似たような事件が相次いでおり、警察は同一人物による連続殺人事件として捜査を進めている。今までの事件の共通点として以下の事柄が挙げられる。1、被害者は金玉学園の生徒である。被害者は小柄な人物である。犯人は被害者をすぐに殺さず、暴行監禁などにより、衰弱させた後に解剖し殺害する。絶対この先生でしょう。金玉学園の生徒が被害者になっている点について、金玉みこと校長は、命と書いてみこと、うわ、かっこいいな。校長は以下のように述べている。学校周辺の警備を強めるとともに、犯人が逮捕されるまでは休校し、生徒には自宅待機をするよう指導していきます。はいはいはい、もう危ないもんね。理不尽で残虐な人間の手によって我が校の生徒の未来が奪われたことに怒りを感じております。一刻も早く犯人が捕まることを願っています。そういえば、来週から休校でしたっけ？こんな怖い人が近くにいるなんて、物騒な世の中になったものですね。え？解剖先生じゃないの？犯人。おや、鍵がこんなところに、肌身離さず持っていないと。お、保健室の鍵を手に入れました。え、だって、もう絶賛解剖してるんじゃないの？これ。え？犯人でしょ？絶対。怖いな。あ、え？え？めっちゃ息遣い荒いけど。先生、先生は言わないんだ。ずっとハーハー言ってたけど。え、怖いって何？誰？不審者を殴るくらいしか使い道ないんですよね。すくすく、健やかに大きくなってくださいね。大丈夫なやつ？これ。ちょっと一旦もう一回セーブしておいて、ケースの鍵をゲットしたもんね。ちょ、出る？ほい。あ、何？ん？あ、ぼ、ぼ、
わ、びっくりした、あ、消えた人影。来た来た、あのタイトル画面のもう一人の男の子。先生、こんばんは。おや、おとなしく、こんばんは。先生はこんな時間まで仕事？熱心だね。ま、そんな努力家な先生だからこそ、俺は惚れたんだけどね。なるほど、こっちがベタ惚れなわけね。生徒なのかな、この子は。またその冗談ですか？黒歴史になるからやめなさい。まんざれでもないんじゃない？冗談じゃないのに。いけず。はいはい、もう遅いから、帰ってください。送っていきますよ。素敵なお誘いだけど、ちょっと一緒に来てほしいところがあるんだ。どこですか？女子トイレ。あ、花子さん、もしかして。帰りますよ。そんなに時間取らせないからさ、さあ行こう。君は人の話を聞きませんね。ちょっとだけですよ。はーい。生徒さんなのかな、これは。なんかもうペース乱されてますね、あの子に。じゃあ、あ、よくできた人形だね。中身もリアル。でしょ？あ、人形さんなんだ。先生、こんな機械買うくらいならダブルベッド買おう。もう付き合ってるの？学校のお金を何だと思ってるんですか？不謹慎ですよ。あなたもね。あなたも経費でなんかムフフ言ってたけど。他は先生とツーショット。満足ですか？はい。でも先生って言ってるから、やっぱ生徒なのかな？良き伴侶は相手の趣味に寛容であるべきだよね。伴侶うんぬんは、の点はともかく、余計な詮索しない子は好きですよ。もっと褒めて。褒めるという行為は求めるのではなく他者が与えるものです。そういうこと言われると褒める気がうせます。わあ厳しい。変なところで厳しいね。素敵な人体模型だね。でしょ？誰の骨？何のことでしょう。うわ、冗談だからそのメスしまって。うわ怖いな、本当に誰の骨なの。あ、これは、あ、これは変わらないか。じゃあ外出るか。はい。何？トイレに何？あ、何何何？あれ、あ、あ、なんか動く火の玉が。すんごい怖くないよ、今のところ。あ、あ、校長室。なるほど、あ、ここで場所が選べるんだ。ここは美術室だけど、鍵がかかってる。はいはい。ここは図書室ですね。戸締まりはしっかりされているようです。あ、保健室。ここ今行ったところだね。で、ここ玄関？職員室行きますか。トイレは？あ、女子トイレあった。行くか。はい。何？なんか全然気が抜ける。ね、可愛らしいゲームだな、これ。はい。あ、待って、生徒の名前は？おとなし、あ、おとなしって言ってたね。あ、やっぱ生徒って書いてる。はいはい。怖いよ。ここのトイレじゃないよ。したければしてもいいよ。何したければしてもいいよ。ちょっと意味深なことやめて。あ、これ調べられない。ここのトイレに用はありません。全く何が楽しくて女子トイレになんかにいるんだか。俺は先生一筋だからわからないけど、男って女子トイレに憧れる生き物だってクレスメイトが話してたよ。それにこの前、数学の片恋先生が女子トイレでちょめちょめしてるのを見たよ。元気だよね。余計なもの見ちゃったね。警察と教育関係、教育委員会に連絡しないといけませんね。あー、クビになっちゃう。バイバイ、片恋先生。何がいるの？着きましたけど。先生、トイレの花子さんって知ってる？君が昼間に話していた学校の7階の一つですか？そうだよ。はいはい、この子が話してたんだね。校舎の3階の一番奥のトイレで扉を3回ノックして、花子さん遊びましょうと呼びかけると返事が返ってくる。彼女が満足するまで一緒に遊べば花子さんは何でも願いを叶えてくれる。けれど逆に退屈させてしまうと自分の体をおもちゃにされて殺されてしまうという。大丈夫？なんでそんなことをしに来たの？この金玉学園は花子さんが特殊なのかな。ちなみに弱点は100点満点の答案用紙だとか見せると、断末魔を上げて消えていくんだって。へえ、そうなの？なんで？君は100点満点の答案用紙を持っているのですか？俺が100点取れるわけないじゃん。ですよね。頭悪いのかな。とりあえず読んで、頭悪くはないか。100点取れる方がすごいよね。は、なんか、うおー、乱暴だね。すんごく乱暴だね。遊びましょう。はーい。あ、出てきたよ。あら、花子さん？めっちゃ可愛いんだけど、花子さん。おや？私を呼んだのはあなた？やったー、大成功！本物ですか？
呼び出しておいて失礼ね。正真正銘本物よ。なんだったら触ってみる？ダメダメ。先生は俺の体にしか興味ないんだから。そうなの？微塵も興味ありませんね。私を呼んだからには願い事があるのよね。だったら一つ私からもお願いしてもいいかしら。本当に特殊な花子さんですね。見た目も。交換条件ってことだね。いいとも。いい子ね。理解が早い子は好きよ。俺には先生がいるから諦めて。殺すよ。いいね。おとなしくん、空気読めない感がいい。この学校の会って知ってるわよね。その会の一つ、第一の会、トイレの花子さんが私。私たち会は基本的に人に迷惑をかけるようなことはしないわ。でもね、最近人間にいたずらをする会が出てきてしまったのよ。ほうほうほう。第3の会、保健室のマッドナース。第5の会、図書室のなぞなぞちゃん。この子たちをおとなしくするよう説得してくれないかしら。拒否権はあるわよ。けどあなたたち、このままだと一生学校から出られないわよ。私はそれでも構わないけど。夜中の学校は幽霊の学校。昼が聖者の時間なら夜は死者の時間。校舎の扉を不思議な力で閉ざすなんて、ちょちょいのちょい。めんどくさいですね。閉じ込められてるんか。まあまあ、言うこと聞けばここから出られるし、俺たちの願いも叶うんだよ。一石二鳥じゃん。なんだろう、願いっていうのは。仕方がありません。おとなしく、僕のそばから離れないでくださいね。ああ、こんな、嬉しいよ。言われなくてもそばにいるよ。先生、大す。それを言うと黒歴史になるからやめなさいといつも言っているでしょう。ほら、行きますよ。はーい。結ばれるのかな、最後。ちょっとね、先生がドキドキするシーン見たいよ。これでいいの？うん、ありがとう。あ、ま、もしかして、花子さんじゃないんじゃない？本当は。そう、そうね。人は生ある時に生き嘆き、生、死の間際に生を求める。今を思い切り楽しみなさい、おとなし少年。良き旅路を。なるほど、協力関係にありますね、トイレの花子さんと。本物のトイレの花子さんが、ちょっとわからんけど。セーブしておいて。もう一回話しかけるか。気をつけてね。あ、ありがとう。優しいトイレの花子さん。可愛いし。まず、保健室のマッドナースと図書室のなぞなぞちゃんだったよね。あ、ここは戸締まりされてるからいけないんか。じゃあ保健室行くか。あれ？あ、ここだよね？そういえば保健室というと、あの時のことを思い出すね。何？あの時。もう忘れちゃったの？この前、体育の授業で俺が転んじゃった時。何何？気になる。慣れ初め、それで恋に落ちたとかそういう感じかな。あ、綺麗だ。保健室が綺麗なんだけど。言ってて、誰だよ、校庭にゴミ捨てたやつ。足切っちゃったじゃないか。どうしたんですか、おとなしくん。あー、先生聞いてよ。校庭にガラス瓶を捨てたどこぞのバカのせいで足を切っちゃったんだよ。あっぶな、マジで。おや、それは災難でしたね。手当てをしますので、そこに座ってください。はーい。お、この時はまだ好きじゃん。なんか、ここで恋に落ちそうじゃない？まず消毒をしますよ。少し染みますが、我慢してくださいね。ペロリ？なに、ペロリ？先生何ですか？え、舐めたの今の。傷を舐めるなんて、汚いよ。やめて。では、やめてもいいのですか？え、待って、なんか、立場逆転してない？先生のがグイグイ言ってる感じ。何？やめないでください。出れた？出れちゃった。先生？そんなことしちゃうの？何？なんか急にやばいのがいるって。いやー、懐かしいなー。妄想は終わりましたか？ち、ノリ悪いね。いいじゃないか。妄想くらい好きにさせてよ。次から出演料取りますからね。もう高額取られそう。無駄話をしていたらほら、早速怪異とやらがいますよ。いますね。あ、本当だ。何かいる。行きますよ。これが保健室のマットの、やばい。あ、もう行けるよ。怖いよ。ちょっとホラー要素出てきましたね。この辺もやっぱ亡霊的な感じなのか。もちいい。何気持ちいいって言ってる？先生、先生に興奮してない？たまらない。あー、たまらない。何を言っちゃってるの？これは調べれる。あ、もっと触って。もっと。やばい。変態の巣窟？大丈夫かな、ここ。このマッドナースは何？
ところで、おとなしくん、保健室のマッドナースというのはどういった会員なのですか？ね。確かに、そう、その辺わかんないもんね。この学校が建てられる前、そこには大きな病院がありました。その病院には一人の真面目な看護師さんがいました。真面目な看護師さんは毎日こう言っていました。私は必ず人を救いましょう。足がない者には牛の足をつなげましょう。腕を失った者には猿の手を与えましょう。臓器が腐った者には死者の臓器を縫い付けましょう。え、怖いんだけどそれ。大丈夫、必ず助けます、必ず。けれど、そうした方法で助かるはずもありません。不気味な姿に改造されてしまった患者たちは恨みを残して死んでいきました。まあ、そうよね、助かるわけないよね。そして病院がなくなり、学校が立った後にも出るのです。患者を治すために聖者の体を求める看護師さんと、体を元に戻せと恨み事をつぶやきながら聖者の体を引きちぎる犠牲者の霊が、うわーうわー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 わわ、怖、めちゃくちゃなんかホラーっぽいお話ですね。なるほど、その看護師というのは、あ、じゃあこのあの事件の犯人はマッドナースだったってことなのかな。あ、あれ、え、かわいいあれ、マッドナースちゃんかわいい。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にもう勘弁してください。やはりあなたでしたか。普通に話してる。え、知り合い？いえ、知り合いというほどでは。え、夜になるとどこからともなく、この女性とたくさんの実験材料、資料が、溢れ出ることに気づきまして、指令かな。それ以来彼らに治療を施しているのですよ。ただの解剖じゃないですか、この変態。私の患者さんを返してくださいやっぱ解剖してるのはこの解剖先生ですよね。あなたはそう言いますけど、彼らは喜んでくれていますよ。先生、お願い、もっと触って、もっと切り裂いて喜んでる、本当に。頼みますよ先生、僕のここ、こんなに助けてくださいよ先生。やばいやばいやばい、すんごい変態がいっぱいいるね。勘弁してください。じゃあもう人間に悪さしない、花子さんを困らせない。しません、約束します。叶わない相手には怪異としてのプライドもなく、すぐに頭を下げ合格する犬以下のその姿勢や、よっしゃ何を言っているの。これにて第3の怪異、保健室のマッドナース討伐完了。でも先生、体をもてあそぶのは俺だけにしてね。次行きますか。虫ガムシ、いけず、いいっすね相性いいよきっとこの2人。なあ、もう終わっちゃった。もう来ないでくださいね。僕、保健室の先生ですけど。いえもう来ちゃうよね。もっとさ、もう変態がいっぱいいる。こいつらみんな変態の例だったんだね。先生、僕に触ってくれた俺に、お、いいこと教えますよ。に神死ね、大切な鍵、あいつがいない日。なになに？職員室の鍵のかかった棚の前でブツブツつぶやいている小さな女の人がいたんですよ。何かのヒントになりませんかね。ほう？職員室？鍵のかかった棚？何か大切なものが保管されているのかな。日清死ねですか。言っていたのはきっと音灰先生ですね。彼女よく二神先生かな、二神先生にセクハラされていますから。ほう、二神先生、苦味しね、大切な鍵。じゃあとりあえず次は職員室とかに行けばいいのかな。先生ってお医者さんなんだよね。今用語狂論ですが、趣味は解剖なんだよね。はい。じゃあさ、もし目の前の人に解剖しがいのある死体と死にそうな人がいたらどっちを選ぶ。うわ、解剖しがいのある死体と死にそうな人。死体です。それに死にそうな患者を放っておけば、もう一つ解剖できる死体が増えますから、さすがに生きてる状態ではしないってことだよね。うわ、ひっとまあやばいこと言ってるけど、でも自分の意思を曲げない、そんな先生もかっこいいよ。そうですか、俺の言葉には心を動かしてほしいな。動く日が来るのかな、そのうち。図書室ここだったよね。わ、無理だもんね。はいはい、だからやっぱ職員室行くか。あ、ここ女子トイレだった。あれ、職員室どこだっけ。あ、美術室ここかな。はいはいはい、ここしかもう行けないのか今。あ、なんかキラキラしてるとこある。すくすく健やかに大きくなる俺のピンコみたいに。それ増加ですもう下ネタちょいちょい挟むね。あ、じゃあこれもう取るか。鍵が、あー、おち
そういうことね。学校の教員は物忘れが激しい人ばかりですから、どこかにヒントがあるはずです。ここどこかにヒントがあるのね。そういえば君、この前僕の湯飲み盗みました。おー何盗んでるの？バレちゃった？今度新しいのあげるから許して。いいの？怒らなくていいの？星が綺麗だね。先生と屋上で眺めたかったな。屋上は校長先生の家と庭があるから無理。どういうこと？校長先生どういうこと？星が、あ、一緒ですね、これは。2日17、19、22、28に丸がついてるね。何の日でしょうか？これ関係あったりする ?21719。こんな桁多くなかったよね、さすがに。ちょっと待って。うんうん、5桁だね。じゃあ、どこだ？この机のどこかに。サイチ、なんか言ってたこと関係ある？これ、あ、汚いですね。整理、整頓、清掃。3S は大事ですよ。おとなしくも覚えておくように。はいはい。わあ、保健室、血まみれにしてる先生が言っても説得力ない。そうね、散々散らかしてたよ、さっき。あ、電話つながりませんね。花子さん、結界恐るべし。そうね、花子さんがだってしてるんだよね。先生、一週間くらい休んでた時あったじゃん。その時に先生宛ての電話が来たんだよ。え？上がり症の天、天波先生が電話を取ったんだけど、パニック起こしちゃって。それで相手に、解剖先生はいなくなりましたって言っちゃってさ、うん、誤解生む。クラスメイトもそれを聞いてかったから、解剖先生が死んだって大騒ぎになったんだよ。知ってた？知りたくありませんでした。自分いないうちに何、とんでもないことが起こってる。調べられなさそう。あ、これ何？恋人の写真を机に置くなんて熱々だね。先生も俺の写真飾っていいよ。これ隠し撮りらしいですよ。この先生がストーカーとして捕まるのも時間の問題じゃないかってみんな言ってます。やばい先生いますね。はは。超絶やばい先生だね。黒魔術や呪いの本ばっか。さすが呪いだよ先生。な、呪いだよ先生。みんな名前が個性的。特になんか何もなかったね。これさ、校長室行けたりする？屋上、校長室の。うん、行けるね。行こう。校長のね、家が屋上にあるなんて。なんか、愉快だな。何？校長先生。しかもこれ、なんか若そうじゃない？校長先生、お邪魔してますよ。なはは、適当だったよ、校長先生。夕飯はまだかね？目の前にあるじゃない。またいつものボケ？誰がボケ老人だ、こら。ひねるぞ、こら。老人なの？これ。全然若そうに見えるけど。大丈夫かな？校長先生。はいはい、一緒ですね。これは？あ、鍵がかかっています。開かないね。あ、腹綿、親殺しの通、罪人の方、沈められた少女の衣。何言ってるの？今何か言った？ほげえ。やばいって、ちょ、病院行った方がよくない？あ、アインス。あるところに一人の母親と四人の子供がいました。長女の名前はアインス。長男の名前はツバイ。双子の兄弟の名前はドライとフィーヤー。五人は貧しいながらも幸せに暮らしておりました。しかしある時、その一家が住んでいた村に、薬病と、飢饉が広まりました。ね、長女は母に言いました。お母様、もう食料が尽きてしまいました。母は答えました。食料を分けてもらいましょう。お母様、先日食べ物を求めパン屋の倉庫に忍び込んだ者が罪として両腕を切り取られました。漁師様の家でつまみ食いをした召使が舌を抜かれました。食べ物を必要としているのは他の家も同じ。この飢饉の中、食料に困っているのは私たちだけではありません。心優しい長女がそう言った時、隣のお部屋から子供の泣き声が聞こえてきました。おお、かわいそうに。ドライとフィーヤがあまりの空腹に耐えきれず泣いております。愛する子供たちが嘆き悲しむ姿を見て、母親は決心しました。愛する我が子のためならば、私は喜んで腕を差し出し舌をも見せましょう。しかしその決意も虚しく、母親は罪人として捕らえられてしまいました。この者、ハイデルバッハ帝の金銀を奪いし罪人になり、強欲の滞在を犯したゆえ、極刑に処す。この腹綿を引きずり出し、この者の鎖とせよ。ほう？なになになに？なんか関係あるよ、それ。なんか謎解きに関係あったりする？娘の腹綿。これ、でも、さっきのやつだよね。え？え？
待って、ちょ、他まず調べてみていい？え、全然わかんない。校長先生は学校に住んでいるんですよね。変わった方です。おー。え、一応本読んだ方がいいのかな、全部。罪人として捕らえられてしまった母親を救うために、長男のツバイは血と水の匂いが漂う洞窟へやってきました。天井の光が届かぬ牢獄で、鉄の鎖と長女アインスの蝶で縛られた母親を見つけ、グロいんよね、言ってることを。変わり果てた母と姉の姿に、彼はその場で泣き崩れました。それを見た母親はツバイにこう言いました。もう私は長くありません。どうかあなたの手で私を天へ誘ってください。愛しています。天の国からあなたたちを見守っています。ツバイは泣きながら母親の喉を切り裂きました。次の日ツバイは罪人として捕らえられました。子供の親殺しの大罪を犯した罪、罪人になり、悪魔のごとき恩知らずの不届き者を極刑に処す。あ、天を向きて懺悔するよう、顎と口を引き裂きて吊るす。怖いってマジで。なんで？え、怖い怖い怖い。やってることグロすぎる。家族は皆処刑され、二人きりとなってしまった双子のドライとフィア。お金と食べ物に困っていた双子は、とある貴族の依頼を受けました。それは、疫病の感染拡大を防ぐために感染者を殺すこと。ほほう。二人は毎日毎日無抵抗な人を殺し続けました。双子の手が赤くない日はありませんでした。双子のおかげで疫病の感染も収まってきました。そんなある日のことでした。二人は突然罪人として捕らえられてしまいました。この者、罪なき者を虐殺し、罪人になり。え、でもそういう仕事だったんでしょ？多くの弱き者をいたぶった罪により極刑に処す。罪人二人をつなぎ、天の祝福が届かぬ暗い水の底に沈めよう。沈められたんだ。うわー、なんかみんな死んじゃったじゃん、結局。腹割った方、衣。これ何？わかんない。絶対ここのヒントが関係してるんだよね、職員室のやつ。苦味しね、大切な鍵、あいつがいない日。苦味しね。あいつがいない日、大切な鍵。ちょっともう一回職員室行ってみるか。わかんない。難しいな、これ、謎解き。校長室のやつ一旦放置して。この数字関係あるよね、絶対に。2,1,7,19,22,28に丸がついているね。何の日でしょうか？待って、2がなんかたくさんあるよね。にがみしね。で、あいつがいない日ってさっき言ってたじゃん。あ、待って、そういうこと、もしかして。2を外した数字とか ?5 桁だったよね、あそこ。1,2,3、5桁になる。2を外したら全部。待って、絶対そういうことじゃない？そういうことだ。にがみしね、あいつがいない日。ってこと？ちょっと待って。待って。覚えてない。忘れちゃった。17198。17198。17198。17198。17198。いったわーめちゃめちゃいったわー。うわ、いい。冴えてる。美術室の鍵を手に入れました。はい。ここで美術室の鍵を手に入れるのね。え、じゃあもう美術室行くか。おい。あ、びっくりした。あ、なになに？おとなしくんは本当に変わった子ですね。こんな状況でいつも通り、いえ、むしろ元気なような。思えば初めて会った時から不思議な子でしたね。お、またなんか慣れ初め始まる？昼休み、賑やかな空間、子供たちの明るい声、明るい目、明るい顔。みんなが楽しそうな表情をしていました。けれどその中に一人だけ違う表情の子がいました。作り笑い、異質な笑顔を浮かべるその子を僕は知っていました。いえ、みんなが知っていました。かわいそうな子、不幸な子、哀れな子。友人に、教師に哀れみと励ましの言葉をかけられている彼を何度か見かけたことがありました。その行動に意味はありませんでした。ただ用語教論として、彼に声をかけただけだったのです。気分が悪いのなら休みなさい。作り笑いをするほど疲れているのなら、あえて声に出さなかった言葉をこの子は感じ取ったのだと思います。なるほどね、それが慣れ初めなんか。彼はクラスメートの輪から外れ、僕の方に近づいてきました。そして不思議なことを口にしました。俺ってかわいそうに見える？なるほどね、普通に接してくれた先生がのことを好きになったんだ。先生どうしたの？あ、もしかしてエッチなこと考えてた？夜中の学校だもんね。興奮するのも、美術室に行きましょう。ブー、行けずー。いい、慣れ初めだったのに。
美術室ここだったよね。あー、違う。こっちか。はい。行きましょう。いいよ。ちゃんとす、なんだここは。美術室ってこんなにまかまかしい雰囲気だったっけ。さあ、気持ち悪いので用が済んだら早く出ましょう。気持ち悪いね、めちゃくちゃ。内臓じゃん。どこの内臓は？これは？あ、たくさんの人を殺しました。生きるために殺しました。罪人は罪、人類が犯してはならない大罪の一つ。けれどお母様やアインス姉様、ツバイ姉様が生きていてくださったら、私たちもこのようなことをせずとも生きていきます。待って、アインス姉様、ツバイ兄様、さっき読んだ本のやつじゃない？だよね。本当に裁かれるべき人は誰かしら？ああ、わかっております。私も裁かれるべき人間。この身、地獄の燃え盛る、生徒、心、氷の底に尋ねまし、委ねましょう。泣いてる、めっちゃ。あ、うわ、消えちゃった。あ、いなくなっちゃった。あ、これあれか。あ、4って書いてる。4って書いてるよ。なるほど、なるほど。この子が、あの、水に沈められた子ね、最後の双子ちゃん。うわー、縛られてるし。親より先に死に、子が先に死ぬことで、その血統は断たれる。それこそが、私が犯した罪。けれど、罪人がこの世を去った後、その罪を背負うのは子なのでしょうか？その子が亡くなった後に、その罪を背負う者もまた子なのでしょうか？私、何か悪いことしましたか？誰かに迷惑をかけましたか？いや、そん絶対にないよ。いいえ、神がおっしゃるのならば、皆がそう言うのであれば、私は罪人なのでしょう。私が言ったことは忘れてください。忘れてください。いや、うわぁ！この世界が間違ってるよ、絶対に。これは？うわぁ！うわぁ！ちょっと、ダメ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 、これ、ダメ。あ、8って書いてた！なんか下の方、右下に8。この子は8。48？ これは？僕は実の母親をこの手にかけました。育ててもらった恩を仇で返す。人類が犯してはならない大罪の一つ。僕が行くべき場所は地獄です。けれど、僕は本当に間違ったことをしたのでしょうか？母親は飢餓の苦しみから救ったのではないでしょうか？いいえ、神がおっしゃるのならば、みんながそう言うのであれば、僕は罪人なのでしょう。そのね、みんなが言うのであればっていうのが怖いよね。僕が言ったことは忘れてください。忘れてください。やだ、もうみんな苦しいよ。これは？はい。うわ、2って書いてる。4、これ4だったよね。482だ。482。それを、順番に、あそこに、記入する。びっくりした。もう、怖くありませんか？怖いよ。先生と一緒だから平気。心配してくれてありがとう。いや、私怖かった。鍵がかかっています。あー、ダメか。あかんか。待って、怖い。これなんか、あー、笑ってるよ。誰？怖い。髪の毛や赤黒い肉が詰め込まれた瓶が並べてあります。怖っ。うわ、気持ち悪い。先生は平気なの？僕は医者ですよ。今は養護教論ですけど。なるほど。じゃあ、行くか。多分、これで校長室に入力しに行くんだよね。はい、校長室へゴー。うわー、ちょっとめちゃくちゃ怖かった。さっきの一番ホラー展開だった。482だったっけ？で、この順番に入れるんだよね。娘の腹渡、親殺しの方。4、最後が4で、娘の腹渡、824とかかな。824。ちょっと待って、824で入れてみます。824。開いた！開いた開いた開いた！図書室の鍵手に入れた！よしよしよし。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わろうかな。めちゃくちゃいいところなんですけど、今すぐにでも図書室向かいたいんですけども。いやー、マジで最後のあの、美術室めちゃくちゃ怖かった。